っと腹減ってんな。もしかしてこの町にいねえのかな、どっかの護衛っていうか出ちゃってんのかな。え、どうしたらしたらもうさ、どこで剣術あげたらいいの。他に鍛えられる場所とか方法とかあるの。どうしていいかわかんない。お、ハンティングソード、お前らが稽古つけてくれたりしない？神のご加護。お、じゃあ気をつけて。この辺直せるの？6.1 円で直せるってこと？俺が今いくら持ってるの？あ、6、え？ 513 な？全部直すか？あ、やっぱこれだけだよね。え？金額のことで相談したいんだが。うん、まあいいだろう。コンマ6円。え、そんな安いの？これで十分だろう。あんたとんでもないケチだな。いいよ、じゃあ。いい取引ができると思ってたよ。幸運を祈るよ。あ、え、これ装備できんじゃん。2だって。え、めっちゃいいじゃん。え、ザンパー、セービング、グレイス。落ちぶれた貴族が手にすることのできる最高のロングソード。ソウルスライサー。かっこいいな。ニードル！ニードル。くそー、ゲームオブスローンズ好きがいるな、スタッフに。ハンティングソード。29の38。カリスマ、耐久23。わあ、やっぱこれ弱いもんな。いっぱいあるな。そうなんだよな。なんでこいつら、敏捷さやたら高いんだろうね。隊長のミス。商人の剣。傭兵の棍棒、相棒。完全になまっている。レイザー。モルゲンステイン、
ステルン。メイス。最初はメイスとかのいいのかな。ヘロでのけ。プリッカー。ファルシオン。ピアサー。バルディッシュ。まあ、なんだろうね。斬撃が34。アサシンの方が全然いいよな。必要な筋力2だし。耐久が弱いってこと？ 27。ああ、そういうことか。まあ、最初はこれぐらいから始めてもいいんじゃないか。敵の攻撃をブロックすると歯が簡単になまってしまう。防御しちゃいけないのか。むむむむ。こっちにしとくか。300。うわー、高えなー。ザンパー買ってみるか。修理キット。たっけえな。ちょ、これ買っとく？79円。あれ？ああ交渉したかったのに買ってもうたまあいいや。どれちょっと装備してみっか。なんだよもう。あれ？俺これ装備できたんか。18の、え？ 18 の33の9。え？そこそこ良かったやんこれな。いつの間に俺これ装備できるようになってた？犬ってあるんだよな。犬もお供にできるのかな、後々。あ、ザンパーを装備します。装備。はい。コンボは予備で持っといた方がいいだろうな。あれでも重さ的に。どうなんだ？そんな変わんねえのか？いや、違うな。コンボを予備にします。買ってくれよ。カゴに追加。金額のことで相談したいんだが。ああ、いいとも。1円だけでもお願いします。ほらな、話せばわかる人だと思ったよ。え？ OK、 商談成立。
焼きたて、オーブンから出したてよ。さあどうぞ。ここに防具屋さんなかったっけ。あれ、キャベツ、キャベツ、緑のキャベツ、あれ茶色くなる前に持ってって。ロールにプレッツェル。ん、まだやってないってこと。今何時、隊長どこ行ったかな。小麦粉、卵、塩、玉ねぎ、マッシュルームにアスパラガス。さあどうぞ、ご遠慮なく。ああ、やってるやってる。歌ってる。こんにちは、何か用でも。売りたい、これ売る。この金額どうにかならないか。ああ、いいとも。なんとか。ほらな、話せばわかる人だと思ったよ。あざす。で、修理してください。ああ、でもまあいいか、ちょっと一回修理しよう。金額について話そう。ああ、いいとも。なんとか。ほらな、話せばわかる人だと思ったよ。オッケー。で、盾が欲しいです。盾売ってないの？盾で武器扱いか。そうかもしらんな。たっけえな防具。グランドバシネット。もう防御力低すぎだよな俺。ああ、これ買うか。ダークサクソン式。ハンガリー式。バイエルン式。どれがいいかわかんないな。見た目で選ぶしかないよな。あ頭部やばいよな俺。まあでも兜高いわ。たっけー。ちょっとこれ買う？安いしね。あ、こっちの良かったな。これとあんま上がんないな。高えんだよ、とにかくよ。まあいいや、ちょっと盾欲しいからな。盾がいくらかかるかわかんないから。さっきの武器屋さんに盾なんかあったか？このクッテンバーク式にします。金額のことで相談したいんだが。もちろんだ。なんとか、5円。これでどうだ。もう少しなんだかな。もう少し。刻めないじゃん。交渉成立だ。で、はい。これか。主が見守ってください。1.5円。もう一回、もう一回武器屋さん行って盾を
あ、この剣のマークしかないってことは盾置いてねえもんな。ないのか。隊長殿。ちょっと待て。え、持ち物を調べさせてもらう。え、誰、俺。おい、なんでや。え、なんでなんでなんでや。やだやだやだ。え、頭皮持ってないよ今俺。追われてる。ああ、なんでなんで。撃ち殺してやる。頭皮持ってた俺。ないよね別に。なんでだ。なんでだ。それで戦いのつもりか。え、なんでだ。何悪いことしたんだ。師匠、言いがかりです。痛い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 。乗って乗って乗って。いやー、なんで。俺何したの全然わかんない。痛かっただろ。必ず見つけてやる。なんで。もう全然意味わかんない。これで無罪放免なんて甘すぎるんだよバカ。お前の顔は覚えておくからな。なんなんだ。なんであいつにバカって言われなきゃいけねえんだよ俺。お前さん、ロッタイ討議会でちょっとした賭けをしたくないか。したくないです。あー、ロッタイ討議場、これ行ってみるか。討議場、俺が出るってことでしょこれ。ちゃうの。明日はって言ったか。何時今。あ、違う違う違う。ここに顔を出せるとは厚かましい集め。クソムカつくなこいつら。え？なんでそんなに俺ステータス落ちてんの？あれ？闘技場ってどこだっけ？こっちか。師匠いねえよな。いる！やっと見つけた師匠も。どこ行ってた。稽古つけてえな。あー、でも金足りないんじゃない俺。あっ、訓練がしたいです。ちゃんとした武器を使って実践的な。生意気なことを言うな。いいだろう。私は血気盛んな男が好きだからな。おう。牧犬では真剣で戦った時ほどの経験を得られはしない。真の戦闘を学びたいなら怪我を負えと昔の達人たちは言ったものだ。おう、頼むぜよ。命を危険にさらすべきとも言うが、それでは神への冒涜になってしまう。では始めよう。安心しろ、殺しはしない。
怪我を負うことになるだろうが手当てはしない。自らの負傷に対処するのも訓練のうちだ。はい。それでどの武器で戦う？ロングソード。まだバスタードソードを使いこなせていないのでこれで訓練します。バスタードソード、よし、武器を取ったら訓練を始めよう。もう、どうやって構えるんだっけ。構えてこれ。レベルアップ剣。いや防御してんだけどな、スタミナがないのか。いや全然防御できない。出血した。うわ、え、死んだんだけど。包帯負けってことは